はい、トラポンです。今回の動画はです、ね、本日行われます阪神第11レース G23K スポーツ杯阪神馬ステークスの最終見解ということで動画の方を作っていきたいと思います。はい、まずはね、阪神のこのメインレース阪神馬ステークス、まあ、今日はね、天気予報両馬場で行われそうなので、まあ、とにかくね、もう阪神はね、馬場状態がとてもいい状態ですので それなりのね、スピード決着で決まるという前提でですね、予想の方をいたしております。はい。で、本命はですね、7枠13番のダノンファンタジーということにいたしました。はい。この馬はね、とにかく使い続けるとどちらかというとあまり良くないタイプなのかなということでね、基本的には特に3歳になってからはね、 あの前哨戦チューリップ賞そしてローズステークスということでねあのきっちり間隔を取って使ってきた方がねあのパフォーマンスが高いということで今回もね秋華賞以来のレースになりますけども調教も非常によく動いておりますし私はこのままいきなりのねあの間隔を上げて使った方がパフォーマンスが高いということもありますので今回は順当にね調教の動きからも あのきっちりとね、立て直してきてると思いますので、ならばね、もう阪神1600メートル、この馬得意ですので、もう現にね、阪神1800メートルのレコードホルダーですし、外回りの、ね、ワンターンは非常に強いので、阪神競馬場のね、この馬が状態面が文句ないとなればですね、もう普通に先行して、ですね抜け出して勝つかなというふうに私は思っております。で対抗はね、まず もう近走、近況がね、ものすごく絶好調の1枠、今のサウンドキアラということでね阪神競馬場がね、確かにベストではないのかもしれませんけれども今のサウンドキアラならばね、牝馬限定戦ならば間違いなく上位争いは堅いと距離の 1600m も全く問題ありませんし あのこの馬もね先行も差しもあのどういった客室のね客室の幅も非常にありますのでもう順当に上位争いかなということでこの馬が対抗ですねで3番手が茂ピンクダイヤということでね、まあ、この馬の直線の切れ味は阪神、まあ、外回りで生かされるということはもうこれはね桜花賞のレースを見ていただければわかると思うんですけども、まあ、久々にねシゲルピンクダイヤも この得意の、ね、舞台に、まあ、出走できるということでねあの、まあ、まだ1勝のみなんですけどもここで、ね、2勝目を挙げるチャンスが出てきたのではないかなというぐらいですね上位争いは堅いのかなというふうにこのまま思っております、はい、で4番手はシャドウリーバということでね、まあ、前走はハマった感は強いんですけどもそれにしても、ね、あの非常にあの前走は 最後、内からね、鋭く伸びたということで、1600m でねあの、私の予想をはるかに超えたパフォーマンスを前走を見せたということで、今回もね、牝馬限定戦ならばね、あのまあ、東京で見せた末野も阪神の外回りでも十分発揮できる可能性はあるということで、この馬が4番手評価になりました。そして、5番手がビーチサンバと2枠4番ですね。こちらもあの一生 クラスの実なんですけども、まあ、1600メートルという距離が、ね、久々になりますし、まあ、1600メートルが一番、ね、今までの中でもパフォーマンスが高かったので、ね、この馬も十分上位争いはしてくるということで、ね、人気もそこまで、あのー、集中さしていませんので、ね、ミッチ・サンバが5番手評価で、6番手が4幕8番のブラン・ノワールということで、ね、まあ、こちらは上がり馬なんですけども、非常に前走の内容がね、 良かったということで、ま、頻繁限定戦ならば十分ですね、あのー、ここでもね、あの食い込んでくる余地はあるかなと思います。はい。そして最後にスカーレットカラーと。まあ、スカーレットカラー1600メートルね、まだ一回も使ったことないんですけども、あ、一回も使ったことない。すいません。1600メートルを最近ずっと使ってないんですけども、でもね、あのー、このまま、 どう考えてもね、1800メートルがまあ一番ベストですけども、今のスカーレットカラー、要するにスカーレットカラーの状態、要するにこのクイーンステークスとかね、マーメイドステークスとか、この府中品馬ステークスとかと、このオープンで活躍しだしてからのね、スカーレットカラーはまだ1600メートルを経験していませんけども、 今のね、スカーレットカナダなら1600メートルの距離の方がね、十分パフォーマンス、高いパフォーマンスが出せると思いますので、金、ま、層、あのね、2500メートルの有馬記念とよりちょうど2200メートルは度外視していいと思いますので、十分こちらもね、巻き返していくる、巻き返してきても全く資しげはないということで、このこちらの間を最後にね、印を回しました。はい、で、おさらいですね。 本命がダノンファンタジーで3本ドキアラが対抗3番ってシゲルピンクダイヤ4番でシャドウディーバー5番でビーチサンバー6番でブランドワール6番でスカーレットカラーということでね3連単で1着付けにダノンファンタジーサウンドキアラ2着付けにダノンファンタジーサウンドキャラシゲルピンクダイヤという形にいたしまして、まあ、3着のところに印を打った7頭を まあ入れて20点買とで、馬連は13番のダノンファンタジーから印の打った2番手以下の6とまたも同じですね。こちらで参考解明でいきたいと思います。はい、とにかくね。もうダノンファンタジーがあのー。まあ、調教がものすごく動いていたのでね。普通にスタートを切って普通に好意からね。まあ押し切れるんではないかという風うに見ております。はい、ということでね。今回の動画は？ 本日行われます阪神第11レース G23K スポーツ杯阪神馬ステークスの最終見解ということで動画の方を作ってきました。以上になります。